チャイニーズタイシャンは中国の北海有利に有限講師が保有するクルーズ客船。ロイヤルオリンピッククルーズの発注によりドイツのブロームーントフォスで建造されオリンピックボイジャーとして2000年6月24日に就航した。2004年にイベロクルーズに売却されグランドボイジャーとして運航された。2011年にコスタクルーズに売却されコスタボイジャーとなり 12月に就航した。フランスの乗客を主な対象としたクルーズで運航され、アムステルダムと地中海側の都市から地中海と北ヨーロッパに運航された。2012年はコスターレグラが発電機室の火災により運航から離脱したため、3月18日から7月1日まで予定されていたクルーズを中止して、コスターレグラのクルーズを代替した。2014年2月に、 コスタクルーズから北海有利に有限行使に売却され、チャイニーズ大山となり、中国発着のクルーズで運行されている。2005年2月14日、地中海を航行中、ミストラルの影響により発生した巨大波を受けた。約12から15メートルの高波により船橋の窓ガラスが破壊され、流入した海水により、機器が損傷したため、機関が使用できなくなり漂流した。 高天下での漂流であったため、船体は大きく動揺した。直後に、姉妹船のエクスプローラーも太平洋を航行中に、同様の事故に遭遇している。ありがとうございます。